慶太郎選手買っちゃう可能性あるんじゃないかなって思うんですよね。関係者はみんなそう言います。立ちはもう絶対慶太郎の上で、グランドに行ってからもうかなりできるんで、慶太郎は、ね、総合格闘家として完成度の高いのは実は慶太郎かもしれなくて、それでいてウェルターから落としてきてるんで、フィジカルが結構慶太郎の方に有利なんじゃないかっていう。